はい、どうも、ナビです。今日は車から、車内からお届けしております。以前、翔平 TV さんの方で紹介していた手首のやつ、手首のサポーターなんですけど、それを紹介したいと思います。ちょっと急ぎで撮ってますんで、車です。はい、これがマーコ BD になります。これ手首のサポーターなんですけど、まあ、今まで僕マグダビットを使ってまして、ずっと手首弱いのでつけてたんですけど、ちょっとそれで翔平 TV 紹介いただいて、つけました。実際につけてみるとこんな感じです。はい、ということでつけ方なんですけども、この部分を下にして、ここで止めます。ここは緩くてもいいんで、ここ緩くても大丈夫です。で、この紐を強く巻きます。これだとバッテの上からつけることができます。はい、もともと僕手首めちゃくちゃ弱いんで、マグネミットも良かったんですけど、これの方が、マグネミットは手に巻いてやると思うんですけど、手首だけをしっかりと固定してくれるので、とてもいいかなというふうに思います。実際に打って、確認していこうと思いますので、よろしくお願いします。バット投げかっけえよ、俺もやろう絶対。変更系で待ったら一番だ。ガチ。おい。変更系自慢経験しなきゃ大丈夫。え、おい。福島さんは変更系自慢を俺が迎えに行った。え、2分間無理です。その代わり入らんかったら調子変える。それはないやん。100。ちょっと残ってちょっと道あったんです。ちょっと待って、俺奥のネット越えるわ。ちょっと奥で行けるよ。それで、予選に。おい、帰れん運転なんで、ご褒美やん、発言。帰れるんやん。銀次だ、銀次。はい、10秒前。おい、さて。ナイスオッケー。ナイスオッケラスト10秒。箱持っていくわ。ということで打ち終わりました。つけてみてやっぱり僕はマグダビットより前のこう、ね、指にかけてやるやつよりこっちの方がいいかなと思います。色も、思いました。こうしっかりと、固定力があるので打ちやすかったです。はい、これなんですけど、Amazon の方で販売してまして、金額の方が1500円ぐらいだったと思います。色は赤と黒の2色がある、そうです。はい、ちょっと詳しい内容は概要欄にホームページのリンク貼っておきますので、そちらをご確認よろしくお願いします。はい、はい、これ手首だけのやつなんですけど、指にかけて巻くタイプも あるそうなので、それちょっと翔平 TV さんの方をご覧ください。はい、ということで今日のナオピーチャンネルは以上になります。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ好評発売中。デイクエストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。グローブをちょっと